ふう、おはようございます。 S ピークです。2021年5月の16日、滋賀高原横手山の早朝、うるさいよもろ音入ってるこれ早朝滑ってます、うん、でゲレルポなんですけども、見ての通りこれ水滴ついてもう雨降ってるんで諦めて映してやりました。はい、今ここでモニョモニョやってる、はい、ミーネさんのお祈りしたので、もう音後付けでゲレレポさせていただきます。というわけで本編もう短いですけど行きましょう。 GO! もういいよこれで おはようございます。 S ピークです。2021年5月の15日土曜日です。5月中旬ですね。
渋峠横手山のゲレレポ会は10日ぶりぐらいになりますかね。よし、まあ、ちょっとね今これ早朝来てるんですけど、渋峠スタートなんですけど、雲海かなと思ったけど、ちょっと朝もやの中なんでね、軽く滑っていい場面になってきたらまた撮りましょう。思ったけど一応やっておきましょう。今滑ってるのここウェーバーコースなんですけど、もうウェーバーコース半分潰してこっちの持ってある方だけになってしまったのかしたのかっていうのかっていうところですけど、まあなってますね。うん、これ6月6日まで持たないよ。はい、まあそこら辺のちょっと予想はね動画の最後の方で喋っていこうと思います。よし行こう。はい、というわけで、今日の早朝の追い撮り差分と、あと昨日の、使い切れなかった素材で、はい、ゲレレポしていきました。まあそんな感じです。正直ね、5月の来週、つまり22とか23になるのかな、営業ね、横手はするかねとかね、だいぶ怪しいですよ。うん、怪しいと思います。今もこんな感じで、今週この後雨来るよだしね。っていうか、もう完全にずぶ濡れです。はい。まあ、そこら辺ちょっと公式とかの情報をちゃんとじっくりギリギリまで見極めた方がいいと思います。滑れてもかなり厳しいと思いますね。というわけでもうずぶ濡れなんで今日はもう早朝で上がります。それじゃあまた次の動画でね。バイバイ。